ジョルディ・サバテール・ピは、スペイン・バルセロナ出身の霊長類学者。チンパンジーによる道具の使用など、いくつかの種による文化的行動についての研究で知られている。コピート・デニエーベ1922年8月2日に、カタルーニャ地方のバルセロナに生まれ、バルセロナ大学で学んだ。1940年から1969年までは、スペインの海外州だった。 スペイン領ギニアに生活基盤を置いており、当時はまだ知られていなかった現地の文化や動物史を研究した。バルセロナ動物園のキュレーターとして、ナショナルジオグラフィック史の助成金を得て研究を続けた。1966年10月には、アルビノの西ローランドゴリラを現地民から1万5000ペセタで購入し、バルセロナ動物園に連れて帰った。 コピートデニエベと名付けられた、この個体はバルセロナ動物園を象徴する存在となり、死去する2003年まで飼育された。1968年10月にスペイン領ギニアがスペインからの独立を宣言して赤道ギニアが成立すると、サバテールは1969年にスペインに帰国した。1976年にはバルセロナ大学心理学部にスペインで 初めて生物学の科目が設置され、サバテールは生物学の教授となった。スペインにおける動物行動学や霊長類学の研究の先駆者となり、1987年にはバルセロナ大学の名誉教授となった。教え子には、ジョアキンベアバロー、マシュー・エスコバル・アリアが、モンセラート・コレー・ミモーなどがおり、バルセロナ大学やマドリード自治大学などで研究を行っている。 1993年には、スペイン霊長類協会から推薦を受け、マドリード・コンプルテンス大学から名誉博士号を授与された。また、バルセロナ大学からも名誉博士号を授与されている。2000年には、カタルーニャ州政府からサンジョルディ十字勲章を授与された。京都賞のノミネート経験もある。ありがとうございます。